カッションに先立ちまして、パネリストの皆様をご紹介いたします。皆様の向かって右側より、内閣官房 IT 総合戦略室室長代理、向井春樹様。日本経済新聞論説委員、谷貴教様。山口県宇部市長、久保田紀美子様。茨城県知事、大井川和彦様。よろしくお願いします。経済同友会デジタル政府行革プロジェクトチーム委員長、玉塚元一。よろしくお願いします。そして一番左側に着席しておりますのが、モデレーターを務めます経済同友会地方文献委員会委員長、市川明です。市川です、よろしくお願いします。以上の6名によりパネルディスカッションを行います。それでは以降の進行は市川で務めさせていただきます。はい、ありがとうございます。モデレーターを務めさせていただきます市川です。座って失礼させていただきます。本日は今年最大の雨だというふうに報道されておりますけれども、本当に足元の悪い中ですね、大変多くの方々にお集まりいただきました。誠にありがとうございます。政府や自治体の方々、一般企業の方々に加えてですね、学生の方にも参加していただいております。テラスという同友会の試みありますけれども、非常に、そんなですね、皆様に参加していただいていることを心に感謝申し上げます。そしてまた東京だけでなくですね、遠方からも多くの方にお越しいただいています。改めて御礼申し上げます。それではこれから約1時間45分ほどかけてですね、このフォーラムのテーマであるデジタル化時代の地方自治の在り方についてディスカッションを行ってまいります。パネリストの方々、そして会場の皆様と共に有意義な議論ができますよう進めてまいりますので、どうかよろしくお願いいたします。それでは本題に入ります前に、ディスカッションの進め方について簡単に説明いたします。最初に私からディスカッションのための問題提起を行います。大きく論点を4つ挙げさせていただきます。その後、それぞれの論点ごとにパネリストの皆様からご意見を自由に述べていただきます。またそれぞれの立場で現在取り組まれていることのご紹介や、その考え方、目指すべき方向性などについても合わせて説明いただければと思います。そして最後に、お時間を取りますので、会場の皆様からもご意見やご質問をいただきたく考えておりますので、どうかよろしくお願いいたします。それではまず私から今日の議論のための問題提起をさせていただきます。一つ目の論点は、表示にありますけれども、デジタルガバメントの先に見据える将来の社会像についてです。すなわち今大臣からもお話しいただきましたですけれども、デジタルガバメントの構築により我が国はどのような社会を目指すべきなのかということです。本日のテーマは地方自治を挙げておりますけれども、いきなりその議論に入る前に、このデジタル化時代にまず国としてどのような将来像を描いていくのか、といった議論が必要ではないかと考えております。国は昨年デジタルガバメント実行計画を策定し、そして今年に入ってデジタル手続き法案が閣議決定され、先ほどのお話の通り今週末の国会での設立を目指しているところです。今国が進めている行政手続きのオンライン化や行政及び民間が保有するデータの活用などは、あくまでもより良い社会を構築するための一つの手段です。その先にある目的、目指すべき社会像といったものを、やはり国民に分かりやすく示すことが重要ではないかと考えております。さらにそのような状況下で地方自治の在り方はどのようになり、各自治体はどのような役割を果たしていくべきなのか、対象となる領域は広いものとは思いますが、
例えば住民との関わり方などの切り口で議論を展開できればと考えています。2つ目の論点はデジタル技術の地方自治への活用と住民サービスの付加価値の向上です。1つ目の論点で議論した内容を踏まえまして、ありたい地方の姿に向けてデジタル技術やデータを地方自治においてどのように使っていくのかということです。自治体の事務は国からの権限以上、住民ニーズの多様化、新たな制度の創設などによってかなり増えてきておりまして、また複雑化していると認識しています。後の、そういう状況でですね、持続可能な地域経営を行っていくためには、地方自治のデジタル化の推進は不可欠のテーマであることは間違いないと思いますが、一方で、職員の数は全体として減少傾向にあるということも問題視されています。国の方でもスーパーシティ構想やスマート自治体への転換などの考え方を示しているところは皆様もよくご認識のところとは思います。しかしながら、この後の論点にも関しますが、先ほど言いました通り、職員の数も含めてですね、技術系や IT 系の人材などはこれから民間企業でもそうかもしれませんが、なかなか思うように確保できないということがあります。こういう点についてもですね、大井川知事や久保田市長からそれぞれの地方自治体の現場で取り組まれていることをご紹介いただき、それをもとに議論を広げていきたいと考えています。3つ目の論点はデジタル化における国・地方の役割分担と地方分権です。地方分権という基本的な考え方のもと、国が主導して行うべきことと自治体の裁量で行うべきこととはそれぞれ何なのかということについて考えていきたいと思います。地方自治の情報システム投資はこれまでは地方分権の観点から各自治体の判断で決定していたために、先ほどの大臣のお話にもありましたように同じ法定業務であっても自治体ごとに使っているシステムがバラバラという状態が続いてきました。その結果として国全体として考えてみると大変非効率な状況になっているのが現状かと思います。国の主導によりクラウド化でシステムを共有する動きや業務そのものを標準化しようとする取り組みも進められていますが、これまでの経緯もありなかなか簡単には進まない、大変時間のかかる取り組みだと思っています。こうした状況の中、国全体の情報システムの最適化とこれまでの地方分権の考え方をどう整理すべきかが議論のポイントになると考えています。そして4つ目の論点は地方自治のデジタル化の推進基盤です。これまでも政府は世界最高水準の電子政府、電子自治体の実現という目標を掲げ戦略や計画を策定し取り組みを推進してきましたが、特に自治体に関しては予算や人的なリソースの関係もあり、自治体間で取り組み状況にばらつきがあります。必ずしも計画通りに進んでいないのが現状だと思います。真のデジタルガバメントを実現するためには国と地方が一体となった取り組みが必要不可欠です。これまでの経緯や反省も踏まえ、実効性を担保するためにはどのような推進体制を構築すべきなのか、人材や予算をどう確保し、どのような法律を整備するかなど、推進基盤全体について皆様のご意見をお聞きしたいと思っております。以上4つが本日の主な論点として挙げさせていただきました。これからは論点1から順に議論していきますが、もちろん全ての論点が絡み合っておりますので、あまり形にこだわらずにですね、ぜひ、フランクに、行ったり来たりしながらですね議論を進めていただければというふうに思います。それではまず論点1についてディスカッションを始めたいと思います。最初に玉塚さんからデジタルガバメントの取り組みにおける現状認識と
経済同友会で担当されているデジタル政府行革 PT の中で議論されていることについてご説明をいただきます。はい、はい、じゃあよろしくお願いします。玉塚でございます。デジタル政府行革 PT プロジェクトチームということなんですけども、そこの委員長ということで、この2年間前半戦はですね、マイナンバーについて、様々な検討をし、約1年前に提言させていただき、デジタル政府行革 PT 今月末にですね、提言の予定でございますが、そのポイントを、絞って短くですね、ご説明したいというふうに思います。数枚のスライドでございますが、現状のまず認識なんですが、皆さんパワーポイントございますけれども、IT 新戦略策定に向けた基本方針というデジタルガーメント実行計画、昨年の夏書かれた計画でございますが、ものすごく詳細です。先ほど未来大臣もおっしゃられたサービスの12箇条とかですね、いろんなことが書かれています。IT ガバナンスも含め、そういったことが提示され、先ほど大臣からもご説明がありましたが、デジタル手続き法案、衆議院に通過して今参議院で最終的な議論されているということでございます。ここについて、同友会 PT における基本的な考え方ですけれども、政府 CIO が設置されですね、さまざまな取り組み、特にシステム数、運用コストの削減、BPR の推進等、一定の成果が現れるということで、ここについては当然評価ということでございます。ただですね、他方現在の延長線上、先ほど大臣もおっしゃられていました、大きくさまざまな意味で技術環境も大きく変わってきている、あるいは先ほどおっしゃられていたユーザー思考ですとか、デザイン思考ですとか、そういうふうな考え方、あるいはどうしてもその縦割りになっているのは、本当に横串で、ユーザーの視点で仕組みを作っていく、システム化していく、デジタル化していく、そういうことをやっていくということにおいてはですね、現在の延長線上で本当にそれが実現できるのかというところには懸念を感じております。デジタル手続き法案につきましてもですね、先ほど大臣もおっしゃられていましたけども、これで法律化されてですね、実際に添付書類の削減とかデジタル化とかいうことは進んでいくと思うんですが、各省庁がそれぞれ予算取りをしてですね、それぞれがプランを描き、それぞれはその法案にのっとった形でのさまざまな施策をしていく、そして今日のテーマであるですね、地方行政においては努力義務であるというところから考えるとですね、この手続き法案、ここまで進んできたということは大変なる前進ですが、これを実際に実行実現、最終的に大臣おっしゃってた国民の皆さんの利便性、全体としてのデジタル化、そういったことをやっていく上では、もう少しいろんな角度でのですね、突っ込みが必要ではないかということでございます。2ページ目、ご覧ください。ですね、デジタルガーメント構築の先に見据える社会のイメージということで、1と2はですね、特にデジタル実行計画含め、先ほどのご説明にもあったさまざまな意味での手続きをですね、なるべくシンプルにする、一人一人の利便性を改善する、そういったようなことでございますが、我々の提言の一番のポイントはやはり3番と4番、ここのデータの領域、特にデータの活用、それをいかに連携するかと、ここが本丸になります。特に3番、最新のデータ、適切に収集、保管、利活用される、国および地方自治体等に対する信頼が醸成される世界。4番、やはりデータというのは鮮度が大事でございます。鮮度の高いデータに基づきタイムリーな政策の意思決定がされる、社会的課題が解決される、国民が安全安心を実感する、ここが非常に重要なポイントではないかというふうに考えております。5番、行政サービスのコスト削減、ユーザー目線での行政サービス、国民がデータ利活用の恩恵を実感できる社会。6番、オープンデータの官民横断的な利活用、民間活動における付加価値の向上、これが将来見据える社会のイメージということで提言の中に盛り込みさせていただきました。次のスライドお願いします。提言すべてで6項ございます。大きくその6項をまとめて申し上げますと、ただ今回のデジタル手続き法案が
ほぼ可決されていく流れですとか、国民の皆さんも全てのいろんな方々が、経営者も含めまして、そのデジタル化を推進していこうといったことについてはですね、ものすごい機運がもう固まってきているんですよね、流れとしては。一方、これをですね、一気に特にデータをどう連携させていくかとか、それを地方自治まで含めた形でどうやってユーザー目線で解決していくかということに取り組んでいこうか、特にそのデータ連携みたいな本丸にですね、メスを刺していこうということになったときには、期限を区切って、でここでは2020年、2025年、この5年間をですね、期限を区切ってですね、時限立法化して、それで組織を作り、人材を強化し、ブランドデザインを描き、それをやりきるというぐらいのことをするタイミングではないんでしょうかというのが提言の趣旨になっております。イメージとしては、2003年から2007年の4年間、期限立法で、不良債権処理問題で産業再生機構というのができて、そこに不良債権の処理ですとか、企業再生とか、プロフェッショナルが集まって、さまざまな企業の不良債権処理を集中して的にやったの4年間なんですね。で、同じように、デジタルの技術も変わってきてる、流れも変わってきてる、技術を把握している人間、先ほどのデザイン思考、ユーザー思考、横串、連携、そういったようなことを理解できる人材を、集めてですね、それを実行していくということが必要ではないかという提言になっております。提言1、目指すべき社会像やアウトカムの提示実現に向けた集中改革機関を設定すると。そして連携、データ連携を可能とする分散型データプラットフォームのブランドデザインを構築する。マイナンバー、個人番号および民間 ID の利活用を推進する。ここは非常に、問題テーマでございまして、今日いらっしゃっている向井室長も10年ぐらいマイナンバーについては取り組まれていらっしゃいますが、でも大臣おっしゃった通り、データ連携をしていこうとすると ID っていうのが、一つのやっぱり大きなポイントになるんですね、初めの出発点として。この ID としての、個人番号とマイナンバーカードのチップとしての公的個人認証、これの少なくともこの基本情報の部分を ID と位置づけて、でいかにここの ID の問題を、さまざまな問題がありますけれども、情報連携と一緒になって問題解決していくかということが非常に重要になってくるというのが提言の3。そしてデジタルガバメント推進における象徴的取り組み、先ほど農業のデータ連携基盤、慶応大学の新庄教授なんかが中心になって、一気に作り上げて、今1700ぐらい各地方にあったバラバラの農業データを一元管理して、でそれを民間も活用してみたいなことが具体的に始まっているという話、さっきのポートの話もそうです。何かそういう具体的な象徴的な取り組みで、やはり成功事例を作っていく、デジタルガーメント推進体制を再構築する、デジタルガーメントを推進するための人材確保を育成すると、このような6点の提言になっております。まとめますと、やはりデジタル化といったときに、もちろんその BPR であり、添付書類の削減だったり、IT コストの削減、そういったことはそういったことで重要なんですが、いかにですね、我々のデータをですね、どのような形で保管保存し、そしてデータフリーウィズトラストということで、いかにセキュアな状態で、そしてそれを連携しながら活用できるかというところが一番最大の本丸で、そこに向けて期間を区切って、で専門家の集団を集中させて、そしてそれを一気に推進するというぐらいのことをしないと、問題がこれが進まないんじゃないのかなというのが提言の大枠になっております。以上でございます。はい、ありがとうございました。それではですね、今先ほどの平井大臣のご講演や今の玉鶴さんのご説明された、国の全体像のようなことに対してですね、ご意見等ございましたら、お願いしたいと思いますけれども、すみません、さん付けで今日は読ませていただきますけど、皆さんいかがでしょうか。まず全部しゃべっちゃったとかなくなりますので、まず大きな話がなくなるので
現状ですね、その国の取り組みっていうのは極めて古いということでですね、アナログ的というか、まあ、ある意味原始的な、というか何十年も変わってない部分と、それから先ほどご紹介された農業の急速にとって発展する部分と、要するにいろんなものが混在している現状だと思っています。それで私よく言うのはですね、その IT 施策と少子化施策がうまくいかないのはですね、政策をですね担っている現代層がですね、今の若い人のことを分かってないからだとよく言うんですけども、やっぱり何て言いますか、どうしても何て言いますか、その社会というものを自分たちが育てた経験に従ってですね、それが絶対だと思ってしまうということは人間でよく起こるわけで、故に今時の若い者はという話になるんですけど、今時の若い者とはっていう言葉はローマ時代からの言葉でして、それを乗り越えてですね、やっぱりそう社会は進歩しているということをよくやっぱり政官世界財が考えていく必要があるのかなと。でそれどういうことが言いたいかというとですね、結局 IT をですね進める、デジタルを進めるという時にですね、必ずそうなんて言いますか、そういうものじゃないというですね、なんていうか抵抗勢力的な部分が必ず政官の世界で必ず出てくるということもありまして、これらを打ち破っていくためにはですね、やっぱり例えばなんてですね、今回のデジタルガーメント法みたいな国会審議の中でもですね、あるいはマイナンバーカードにですね、健康保険証を機能を持たせる健康保険法の改正の審議なんかでも、その国会議員の他の質問でですね、今で何も困ってないからなんでそのことを変える必要があるんだみたいなです、ね、質問が出るわけですよね。それってのは要するに今で困ってないっていうのは神で困ってないんだからなんで神じゃいかんのかという質問なんですね。でそういうふうな意識の人がまだまだ政治の世界でも結構たくさんいる、まあ、そういう中でどん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 世代交代していきますけども、やっぱりそういう我々が考えないといけないのは、今の20代30代の人たちがもっと10年後20年後にですね、社会の職になっていった時に、この社会がちゃんと彼らが働きやすい住みやすいような社会を作っていくのが、我々もう何て言いますか、先が短い人間のですね務めかなというふうに思っておりまして、そのために必要なことは何ぞやというのをですね、しっかり考えていかないといけないと。そういう意味ではですね、やっぱり何て言いますか、今のデータのネイティブ世代っていうのはもう何て言いますかね、例えば十数年前にですね、例えば新聞記者の方とか新入社員がメモをですねパソコンで取ってたで驚いたと。で今もみんなスマホで撮ってると、さらに学生はですね、なんか黒板の写真をスマホでしゃべれてるそうですけども、そういうふうに何て言いますか、やってることが変わってくるわけですよね。そういうふうに合わせて、そういうのをけしからんと思った瞬間にですね、社会の進歩はないんだ。そういう中、自分たちがやってたこだわりっていうのを捨てるということから始めないといけない。そういう中の IT が何て言いますか、社会というのを考えていく上でですね、やはりその一番重要なことっていうのは、まあ、ユーザー目線というと何て言いますか、あれなんですけども、政府の立場から言いますとですね、やっぱり昔政府というのは存在が隠れて、存在がですね、何て言いますか、感じられない政府が最もいい政府だという行春時代の言葉がありますけども、やっぱりその国でですね、こんな面倒くさいことをしなきゃいけないと、例えば年末調整とかですね、確定申告とかありますけど、それがですね、スマホでですね、さらさらとできるっていうふうになるということがやっぱり重要なこと、まあ、分かりやすく言えばですね、そして今いろんな何て言いますか、ネットでですね、予約したり買い物したりすると、いろんな情報がバッとどんどんついてくるわけでして、そういうふうなですね、そのデータというのも重要になって、で政府は今のところデータを扱うのは極めて下手くそでありまして、ようやく何て言いますか、そういうデータだというと農業データを一元化するみたいな話が出てきてますけども、昔から言われててなかなか進まないのが医療データで、もう医療データも話だと思いますけど、そういうですね、少なくとも法的に集められる制度を持っていながらそのデータを使ってないというのは宝の持ちの手なのでですね、そういうふうなデータ活用、まさに玉塚さんがおっしゃったようなデータ活用とですね、やっぱりユーザー目線というのは私は今後のキーになっていくんじゃないかなと思います。はい、ありがとうございます。いかがでしょうか、今話を伺えて、国というデータの先にある、先ほど向井さんがですね、次の世代のための基盤作りを今しっかりやるべきだと
まあ、我々自身 の、 意識改革がまず大切で、そのデータ社会に対して柔軟に対応するという話があって、まあ、多分将来 の、 そのデジタル社会というのはですね、まあ、毎日毎日いろんな変化が起きてくる中で、それにみんなが対応できるような、そういう社会になっているかなというふうに思うんですけども、例えばそういう点に関してですね、それじゃあ地方のですね、視点からご覧になって、まあ、国の今動いている方向性、あるいは自治体がですね、それに対してどういうふうに見て対応しているのかという点についてちょっとお伺いしたいと思いますけども、それじゃあ久保田さんいかがでしょうかね。今困ってないのになぜデジタル化しなきゃいけないかって今岡井さんの話がございましたが、私たち基礎自治体ですね、住民に一番近いところの役所、まさに暮らしの現場であり、また仕事の現場でもあります。宇部市の場合、中小企業が事業所数の9割です。まあ、日本全体でも、まあ、経済の深さに大きな企業さん の、 組織と違いますが、本当に地元の経済を支えている大企業はもちろんございますが、事業所数、就業者数で言っても圧倒的に中小企業、またさらにもっと細かく見れば10人以下あるいは5人以下小規模事業者ですね。でさらに調べてみるとホームページもまだ持っていないですね。ですからデジタル化どころか、まだそういったインターネットにつなぐとか発信をしていくということもそんなに必要としてない、あるいは必要とは思うけれどもメリットが見えないし、そういったお金もかかるですね、いろんなことがあるからできていない。で一方で後継者がいない、募集出しても人が来ないですね、いろいろ販路の拡大ができない、そういったご相談もあるんですね。ですから市が補助金出してホームページ作っていませんかって、こういう事例がありました。それは一人親方さんのまさに匠の技でやってた方なんですが、まあ、市がいろいろ支援をするって言ったのでホームページを作ったら驚いたと、市外から仕事が入ってきたんですね。ですから非常に素朴な例なんですけれども、そういうことを今まで体験してなかった、自分の中での小さなこの匠の技であり販路であり小さなこのサプライチェーンみたいなもので、いろんな部品の供給からお客さんも全部完結して、そして一定の経営が成り立った、その成功モデルから脱却するなかなかきっかけを作れなかったということで、まあ、今本当にデジタル化を進めながらもホームページを作ることですね、そういったことまでことも同時にしていかなきゃいけない、社会の転換期と言われますけど、まだまだソサエティ 5.0 に行く前ですね、あるいは第4次産業革命とか言いながら、まだそこのずっと街の風景で見ますと全部このプロセスの真ん中にあると、途上にあるという状態ですけれども、だからといって待つことはできない、じっくりじっくり行くわけにいかないので、私どもの街ではデジタル化、デジタル社会急いで入ることが今抱えている課題の解決にもなるですね。ホームページを作ると合わせてキャッシュレスの仕組み、電子決済の仕組みも一緒にやったらどうか、遅れついでにもう何週一緒に整備をすれば早いんではないかということで、この中小企業、小規模事業者のデジタル化で、それには市役所自体がこのデジタル化をしていくということが、まあ、その拠点になっていく、役所にはやっぱり紙を持ってきて印鑑を持ってきてということではいけないので、ちょうど庁舎を建て替えるという機会が2年後に、まあ、5、6年前から準備をしてきまして、ちょうど、建物がきれいになります。中はやっぱり印鑑の文化ですなんてわけにいきませんので、お待たせしない、書かないですね、自宅で住む、そういった今電子自治体を目指しておりますので、それに、まあ、先駆けて地元の経済がやはりデジタル化していく、中小企業、小規模自動車事業者、あるいは健康福祉分野ですね、こういった分野もデジタル化ができるようにしていく、それがこの目指すべき我が町の姿であり、多分先ほど大臣、
おっしゃったこととも重なる、日本全体の方向性とも一致することではないかなというふうに思っています。はい、ありがとうございます。今のお話をお伺いして、どなたかご意見とありましたら、お願いいたします。もし内容でしたら、引き続いて大平さんの方にですね、その地方の視点の方から、はい、そして谷さんの方からお聞きいただきたいと思います。はい、ありがとうございます。私は2018年に知事当選するまで経済同友会のメンバーでございまして、本当にここ今日もなんか何人か知ってらっしゃる方もいらっしゃいますし、元会社での同僚の方もお見えになっているので、ちょっと緊張してしまうんですが、いろいろデジタル政府の今後のビジョンみたいなことで、データ活用、データ連携のためのインフラを作っていくということで、話をご理解いただいた現場のキャップとかっていう話もあるんですけども、私はIT 業界に行って、政府の役人もやってて、で、今回今は政治家という立場でもいるんですが、やはりそのデータ の活用、データ連携のその先に何がどう良くなるのかっていうことをきちっと見せて説得していかないとなかなか進まないっていうのが現場での最大の課題なのかなというふうに思います。掛け声とか綺麗なビジョンだけではなかなか実現しづらい。先ほどちょっと久保田市長のお話がありましたけれども、別にその困ってない状況というのも結構現状であったりして、あるいは困ってるってことすら認識できないという部分もあります。で、各そので例として一番良くないのが、その役所に対する申請業務、あれが手続きが面倒くさいから簡単になりますよって、これってほとんど説得力ないんですね。っていうのは役所に行くことってほとんどないじゃないですか。皆さん1年に何回ぐらい行きます？僕ほとんど行ったことないし、税務署だって今 e-tax で申告できますから、そこを例に挙げてて、いや、って言うと、それは勝手に国なり自治体側で勝手にやったらって話で、あまり共感は得られない。そこがやっぱり問題 で、やはりその情報担当というだけの視点じゃなくて、経営者の視点から、自治体でも市長さんであったか知事というのはやっぱり経営者の立場になるんで、その視点からどうその自治体のサービスを良くしていくかということから、その紐解いていく必要があるのかなというふうに思ってます。で、ちなみに今これからやろうとしていることで、別に今できているわけでも何でもないんですが、一つ私の今抱えている課題というのは、例えば医療なんですね。医療、皆さんは東京に住んでいらっしゃるのでほとんどお気づきになってないと思うんですけども、今医療、医師の偏在問題というのは非常に深刻になっているんです。茨城県は東京に近いのにですね、筑波大というある非常に大きな医学部のある持っている学校があるんですけど、卒業生ほとんど東京に吸い取られてしまうんですね、東京のマーケットに。で、ほとんどなかなか残ってくれない。で、かつその残ってくれないのゆえにですね、二次医療圏というある単位で、二次救急とかそういう医療機能を整備しなきゃいけないんですけど、その二次医療圏なので二次医療ができる病院を、もう一個もなくなりそうだっていう、そんな状況まで追い詰められているわけですね。で、当然その何が何でも医師を増やさなきゃいけないって言って、あの手この手っていうのも一つの手なんですけど、なかなかそれもうまくいかないときに、一つその現場から上がってきたのは、その例えば救急で、内科と関係ない小児科の患者さんが来た、外科の患者さんが来た、で、これどう扱っていいか分からないっていうときにも、いろんな人と相談できるのは、そういうネットワーク、これ一つ作るだけでですね、だいぶ救急の現場助かるんです。で、早速それを県内に国の支援を入れながら作りましょう、そういう医療のネットワーク、病院間のネットワークによって医師の不足分をカバーしましょうという試みだったら、これは非常に皆さんの説得力があると思うんですね。で、あともう一つやろうとしてたのは教育なんですけども、教育ってずっと今昔から今までですね、クラス、教室に物理的に生徒が集まって、先生がそこに物理的に現れて教えるっていう、そういうやり方をずっと続けてると思うんですけど、実は私は前の仕事にいたドワンゴっていうところで、通信制高校で N 高校って作ったんですね。その N 高校っていうのは全部ネットで授業をするんです。で、ネットで授業するんで、生徒は自分のスピードで自分のやりたいことを自分のやりたい時にできるっていう、そういう教え方。で、もう一ついいのは、先生の中でも教えるのが上手な人と、子供のに寄る相談が上手な人とって、いろいろタイプ分かれるわけなんですけども、もうキラッキラの本当に授業の上手い先生だけ授業させて、で、あとはその生徒が来た時に寄り添っていろんな相談になってくるって、そういう教師の世界の中で分業を持ち込めたっていうことなんですね。それを今まで通信制高校である程度その
突破力のある経営者の、ね、あの川上さんという経営者がいたあドワモという会社だからできたことですが、あのこれも県立高校の、まあ、例えば学校システムに取り入れられないか。一つはもう過疎化進んでですね、あの自動的に定員が割れるとどんどん吸収合併しましょうっていうと、合併されちゃった方がのところ、学校がなくなったところっていうのはもうもっと過疎化が進んでしまう。で地域から核がなくなってしまう。まあそういうことを解決して今までの枠を超えてですね、学校があの本当に優秀な人がの先生に授業を全部やってもらって、で現場はサポートして、あるいは部活なんかも学校単位じゃなくて地域単位でやるとかっていう、そういうところにまで持っていけるような一つのツールとしてこのデジタル化っていう話があると、非常になんかまたあの皆さんの見る目が変わるのかなというふうに思います。ですのでこのデジタル社会っていうか、そういうことを語るときにやっぱりその次こんな社会になるんだっていうところのもうちょっとこう具体的なところにまで降りられるかどうかっていうのが、我々今後担う人間にとっての課題なのかなというふうに思っています。はい、まあ、あの方向性としてその利便性をどう見せるかっていうことがですね、国のお金としてもしっかり議論すべき点だというふうな、ことをですね、今お話ししていたと思うんですけども、谷さん、その辺も含めていかがでしょうか。はい、私、国を受けたその自治体のですね、やらなきゃいけないことっていうのが3つあると思ってましたね。1つは、今知事の方からそんなに役所には行かないとおっしゃいましたけども、基本はもうスマホの中に自治体があるような姿、役所に行かなくてもいろんな手続きが終わるということ、合わせて、プッシュ型で行政サービスを提供できるような、待ってるのがなくてですね、いろいろなデータを使ってそれぞれの住民に適したサービスを申請がなくても提供できるような姿というのが一つで、二つ目はですね、地方自治体なので、地元のですね、中小企業のデジタル化の支援ということに、なるんだと思います。先月、愛媛県の松山市がですね、NTT データさんとか地元の金融機関さんなんかと一緒にですね、連携協定を結んで、で、松山市そのものはそのデジタル市役所を本格的に目指すということなんですが、合わせてですね、その市内の中小企業 の, その RPA の導入というのを支援するんだと。でそのための補助制度というのを、本当かどうかは知りませんけど、全国で初めて導入したそうなんですけども、結局それぞれの地域で官民がですね、合わせて地域全体で取り組まないとなかなかこのデジタル化の効果というのが出てこないんじゃないかというのが2つ目で、3つ目はですね、私このデジタル化法律の話を考えた時にですね、私自身からどういう社会がなるといいのかなと考えると、ちょっと抽象的なんですが、アドレスフリーというか、レジデンスフリーというか、要するに住んでる場所がですね、仕事とか職業選択をできるだけその制約しないような社会になるといいな。つまり、今こういろいろな、デジタル化のこう動きがある中に、私がこう一番期待しているのはその働き方改革の一環として位置づけられていることでして、理想を言えばですね、デジタル化の社会が広がることによって、例えば会社に行くのはですね、1週間に3日ぐらいで、残りは家で仕事する、もしくは近くのコーワーキングスペースなんかで、仕事をする。で間の朝夕の時間はですね、自己検査に当てたり、副業をしたり、中にはその地域活動に、当てたりいいと思うんですけども、そういうことが実は一番必要なのは今地方公務員の方々なんだと思うんですね。地方公務員の方々ってのはもちろん行政サービスの担い手なんですけれども、合わせて地域活動とか地域運営の、一人一人の方がリーダーになってほしい。デジタル化を進めていろいろな部分で効率化して、その空いた時間を使ってですね、公務員の方々にも広く副業を認めて、で地域で活動するような、そういう動きっていうのは、例えば神戸市とかもすでにいろんな自治体で始まっているので、そういう動きを広げることがですね、ある部分デジタル化と地方自治、地域との関係を結んでいくんじゃないかなというふうに思います。以上です。はい、ありがとうございます。
まあ、今谷さんから、まあ、地方の行政の話に少し寄ってきてご意見いただいたんですけども、そのまずその国の全体の方向性という点に少しちょっと話を、その後また地方のあり方というのに聞きますけれども、してみますとですね、多分もうデジタル化による利便性はなんとなくあるなっていうのは部分的にでもですね、皆さんも実感されているし、我々も普段実感しているとは思うんですけども、それが例えば行政全体をですね、デジタルガバメントという方向に行ったときに、それが我々が感じるようなそういう利便性、メリットというものがですね、なかなか見えてこないという点がですね、やはり、まあ、国としてまだまだ黎明期だと言わせるようなものだというふうには思うんですけども、ちょっとこの辺のところは向井さん、ちょっとどういうふうに。あのですね、まず、まあ、自治体もありますけど、まあ、国という点で言いますと、まあ、国あるいは国周りといいますか、まあ、独法とかいろんなあります。それからあと国の作った制度、医療なんかの制度に関わるもの、これらのですね、デジタル化という場合にですね、3つ側面があると思ってまして、1つ目はもうサービスの内容をですね、がデジタル化によって変わっていると。今まあ、桑田さんと井川さんからもお話ございましたけれども、例えば教育であるとか、医療、その公的なサービスそのものの内容がデジタル化によって変わっている。例えば教育の話出ました。それから医療の話も出ましたけれども、そういうふうなもの、まさに公的なサービスそのもののデジタル化による、まあ、一種の向上。でこれは裏には当然ビッグデータとかですね、それから情報連携ということが起こってくるわけです。それともう一つはいわゆるそのアクセスですね、制度、まあ、地方制度も含めてかもしれませんが、公的なものと国民、あるいは企業、そういったもののアクセスのデジタル化、これは手続きというのは典型的ですけど、逆に通知がですね、電子的にいくというのも、先ほどプッシュガードという言葉が出ましたけれども、そういうことも含まれますけど、そのやり取りの仕方がデジタル化することによって、本来根本的に変わるべきではないかと。例えば、典型的に言いますと、企業のですね、年末調整というのは、あるいは年末調整だけでもありませんけど、いろんなところのですね、地方自治体である地方税、国税、年金であったり、医療というのは保険についてですね、そういうのありますけども、そういうふうなものっていうのは、本来その手続きが目的ではなくて、情報とのことが目的なので、情報の移転というふうに考えればですね、根本的に発想が違ってくると。そうすると企業などが情報などのところにアクセスすればいいじゃないかと、こういう発想になるはずなんで、そういうふうななってますが、国と、あるいは政府とですね、国民、企業との接点をデジタル化によってどう変えていくかという視点。それからもう一つは、働き方改革なんて出ましたけども、まあ政府もない、公共もないでもですね、働き方改革というのは当然デジタル化で、働き方ではデジタルで変わってくる。まあ今でも当然我々パソコン使ってますけど、そういうことだけではなくて、まあそういう点でも実は随分変わりましてですね、ちょっと言わないんですけど、私が役所に入った時はですね、1日に何枚コピーしましたかね、それこそ1万枚ぐらいコピーしてですね、1日10キロ歩いて配る書類を配り回ってたんですけど、そういう仕事ではなくなったり、今全くなくなってしまった。それだけでも、その何て言いますか、昔のことを思い返すとですね、今のメールというのはものすごい便利になったなとなりますけども、そういうことだけではなくて、今後はですね、AI を使って国会答弁を作っていくみたいなのが、経産省でちょっと実験的に考えられたりですね、AI とかそういうものを使ってですね、おしろ政策決定とか、そういうもの自体が AI のデジタル化されてくると、そういうふうになってくることもあるだろうと。まあ、あるいはその政策決定、政策の中身自体もですね、データによって変わってくる。例えば規制というのがあります。安全するためにですね、例えばガス、高圧ガス事業者についてですね、年に1回こういうことを調べて出しなさい、検査しなさいみたいなのがありますけど、今やデジタルが進んでるとですね、事業者はですね、もうリアルタイムでデータを持ってるわけなので、そういうこと自体が無意味になってる。だからそういう、なんて言いますか、行政の手法、規制とかそういった行政の手法自体がデジタルに変わるということも当然出てくる。そのことを考えながらですね、やっていく必要があるのかなと。そういう意味でですね、やっぱ国民に最もアピールするのは、大井川さんがおっしゃったように、サービスそのもののデジタル化により変革というのは最もアピールするだろうと思いますが、一方で企業なんかでよく聞くのはやっぱり手続き面であったりすることがありますので、そういう、なんていうか、社会的コストをですね、データによってどう下げていくかと、
ということも重要になってくるんじゃないかな。それはまあ一般企業ではむしろ企業かもしれません、事業者かもしれませんけども、そういったところのですね、社会的コストですね。それは例えば事務コストだけではなくて、例えば病院の医療保険なんかだと、医療保険の事務コストが下がることによって、当然のことながらですね、社会保険料が下がり、その部分のですね、国民あるいは事業者の負担が下がるのもありますし、例えば何て言いますか、医療の現場自体のですね、データが進めるとですね、人件費が人の数が少なくなることによって医療費が下がるということも考えられる。そんなそういうのもですね、福利的には国民の効果であり、事業者の効果になっている。でさらにもう一つのフェーズが実はありまして、それは何かと言いますと、デジタル化の効率化、デジタル化の効率化っていうのはまさにそのデジタルにするときにですね、今の役所の貸し出すといけないんですけど、システムはみんなものですけども、何て言いますか、今やってる仕事の通りデジタル化するから、何て言いますか、必ずしも便利でないものができてしまう。また手続きのですね、電子化、電子手続きとか言って、委託とか言ってもですね、機械が変わることができてしまう。それをですね、いかに、何て言いますか、データの構成の仕方ですね。そういうものを考えていく必要がある。まさに超デジ、それがその、なんて言いますか、平井大臣が言ったような IT 調達の一元化みたいな話につながっていく。そういうことだと思います。はい、ありがとうございました。それではですね、先ほど、谷さんの方からもお話ありましたし、今、向井さんの方からもありました通り、その辺のデジタル化を具体的に進めていく上で、この、国としての方向性をやる上で、地方自治体ですね、がですね、どういうふうに、現場でですね、活用して住民の付加価値、先ほど出てますサービスっていうものをですね、高めていくかという点について、及川さんの方からその教育医療についての、事例も出していただきましたですけども、久保さんの方でその何か、と宇部市は非常に先駆的に取り組まれて聞いておりますので。今の議論の続きでまず一つサービス その手続き論ではなくってサービスの内容の向上、公的サービスの向上という意味で今私ども他の自治体と連携して準備して今年度本格的にやっていこうと思っているのが健康データですね。本当に残念ながら大変な税金やまた健康保険料を頂戴する中で福祉健康政策やってるんですけれども、それに比例して市民が健康になってるかというとそうじゃないんですね。お金はかけてるけれども市民の健康と連動してないっていう実態がございます。そこでもっとデータ持ってるのにそれを分析もできていない。どういうデータかというと検診をした時のデータは役所は持ってるんですけれども、そういったものは生かされないまま何人検診して何世代何だか年齢とかですね、数とかボリューム的なデータのみ経年的にこうデータを持ってましたけれども、もっと一人一人の健康に対してどういうこの対策が必要なのか、栄養指導が必要、運動指導が必要とかですね、もっとパーソナルな健康の改善メニューを公的サービスとしても必要としてるんではないかということで、今そういった取り組みを、単独では難しいので複数自治体で組んでデータを集めて、そしてそれを健康政策と組んでいく、また医師会とも連携して少しこの病気の回復期にある方たちがそのデータに基づいてリハビリができるようにしていくですね。でそういった取り組みもこの一般の検診から出てくるデータに基づく栄養運動改善と、もう一つはこの重要になったけれども今リハビリに入っている、そういう人たちに対する総合的なこの回復メニューをデータに基づく医師 このエビデンスに基づくものでやっていこうという、そういったところを今やっていくので公的サービスの質の向上という一つ代表的なもので申し上げました。それからさらに宇部市はもう4年ぐらい前から2015年ぐらいからアプリコンテストを始めました。大学や高専の学生たちからも積極的な応募があるんですけれども、やっぱりこの市が持っているデータを分かり使えるようにオープンデータ化することでどんどん
町のサービス、公的サービスを住民にとって使いやすいものにしていくと、そういうことをやってきておりまして、もうかなりいろいろ開発をしていただいて、コンテストでいい賞を取ったりしたもので、例えば障害者の多目的トイレの場所、ちゃんともちろんホームページに入れたり紙媒体で入れておりますが、出先でどこにあるかって考えたときにすぐ見つけられるんですね。そういった意味でそれを検索するアプリの開発をしてもらったり、あるいはゴミの分別方法、すごく問い合わせのある案件なんですけれども、いろいろ紙媒体では配ってきておりましたけど、なかなか見てもらえてなかった。手元のスマホでパパッとけ、このゴミ どれに入れるんだっていうのが分かるんですね。まあ、そういった住民からの行政サービスの向上というようなアプリコンテストもやってきております。それから今度は手続き論で言いますと、ご多分に漏れず、うちも RPA、積極的にやっておりますが、一番最初にはテレワークの導入をもうすでに3年前からやってきておりますし、あと自治体クラウドということで県内5市2町と、2018年度に締結をいたしまして、いろいろ基幹システム等の共有化をしていこうと、それから、いざという災害にあった時に、データをお互い取れるようにしましょうということをやってきております。そして本格的に業務の RPA 導入においての実証は、2018年度やったところ、6割ぐらいの時間の削減ができたということですね。さらに、この新年度においては今36案件で約 50% の削減、予算1億2700万余りつけてやっていくとかですね、あと農業でデータを取りながらIoT 農業をやるとかですね、もう自動運転の実証をやるとか、考えられるありとあらゆることに挑戦をしているところでございます。ありがとうございます。久保さんの方から宇部市という形で、住民に最も近いですね、自治体である、本当に住民に手の届くところのいろいろな試みについてのこれ事例を出していただいたわけですけど、例えば大岩さん、県という立場から見た場合ですね、県内のそれぞれ中央自治体による次です、その IT 化のばらつきですとか、データのばらつきも含めて住民サービスなどを含めてですね、この辺のところをですね、解決していくためにそのデジタル化というものがですね、どういうふうに捉えられるか、問題意識あるいは解決策とお持ちなのか、ちょっと休めることですけど。そうですね、基礎自治体、県内の基礎自治体の、自治体クラウドの管理率、必ずしも、前には進んできてますけど、必ずしも十分じゃないということをご指摘を、私も就任してまだ2年弱なのでいただいてはいるんですけども、ある意味その、そこの旗振りは県としてやりつつも、まずは、そもそも県自体がですね、それほど胸張ってその州の県下の自治体に対してですね、うちこういう形でデジタル化進めたんで、こんなに素晴らしい行政サービスできてますよねって言えるような状況じゃないので、我々は足元からやらざるを得ないというのが現状だと思いますね。ちょっとスライドに映ってますけども、つい最近、就任して1年目、1年ちょっとでですね、電子決済の 100% デジタル化、100% 利用というかですね、活用ということを達成して、ヤフーニュースなんかに載ってちょっと話題になったんですけども、これもともとシステムはあったんですね。でもみんな使わなかったんです。最初にご覧いただきましたように、平成30年の4月の段階で 13.3% で、これ 13.3% の数字っていうのは、私が電子決済使いましょうと言ってしばらく経ってからのこの数字なんですね。で結局なんかいろんな理由があって皆さん使わない、面倒くさいっていうところから始まるんですけども、一番多かったのは、要するに逆に電子決済にすることによって業務が増えてしまうと、余計な手間が増えてしまうから意味がないということが声としてよく聞いてみると出てくるわけですね。だからそれやらない、こういうものをやらないにはやらないのなりのそれなりの理由が一応やらない人たちにもあるということで、そういう意味ではその我々自身のデジタル化っていうのは、そういう彼らの問題、課題っていうかですね、そういうのを乗り越える、その方法論を作ってあげないと、なかなかその掛け声だけでは、進まないっていう状況が
現実なんだと思います。結局一つあるのはですね、もう添付文書なんですね。要するに外からの申請紙で来ますと、その紙を決裁文書につけて、あの、まあ、要するに決裁マスターですね、倫理といって、よくいろんな人にこう、あの、まあ、結局リスクヘッジなんですけど、あの、判子を押してもらうという、そういう決裁文書がどうしても紙じゃないとできないんですという話になって、で紙で物理的にやらなきゃならないから、例えば出張しちゃって、その判子を押さなきゃならない人は出張に行っちゃってると、そのままその決裁文書が遅れてしまう。でもう一つあるのは、その、紙ですと、まあ、森友で皆さん、あの、ご存知のように改ざんできちゃうんですね。で改ざんできちゃって、できないのに、もそもそもデジタルのこの電子決済できてるんで、それを使うことによって文章の改ざんも防げる。それから、外にいたり、あるいはその外部に来た時にも決済ができる、まあ、いいことついてます。もう一つあるのは、その何かの時の公的文書の検索ができるってことですね。デジタルで決済して、その保存しておくとですね、優生保護法でこの、あの、障害者の方々がその不妊治療、強制的に不妊治療された問題があって、県内にどれだけの方がそういう可能性のある方がいらっしゃるかって調べるときに、もうこの公文、まあ、県の公文書館みたいなところがあるんです。そこに行ってもものすごい人数かけて、あの、一生懸命探して初めて、なんか分かったっていうような、あの、事例もあるんですけど、これデジタル化、あの、そういうドキュメントを全部デジタル化してれば、もう検索で一発で出てくるわけですね。でそういうこともあったんで、これをやらなきゃいけないと。でやらない理由を挙げてこいって言ったら、もう必ず出てくるのはその申請書類の紙だから。で大体その申請書類で出てくる所属文書っていうのは、こんな分厚いだったり、でっかい、あの、図面だったりしてですね、見やしないんですね。私読者って絶対私は見ないんですけども、その見たい人が、その見たい時にそのどっかに置いてある場所を決めて、そこで紙で一冊置いとけば、それ見に行きゃいいじゃないかと、添付しなくていいじゃないかっていう選択肢を私が、あの、提案したんで、初めて、ああ、それでいいんだっていうことになって、これ急に増えたんですね。それがなかったら多分なかなか増えなかったと。逆にそれを全部 PDF にしなきゃいけないんじゃないかと、もう固定観念で皆さん思ってた。だからそういう、実はすごい細かいことをどう乗り越えていくかっていうのが、この自治体の置かれてる現状というか、私、あの、外資系の IT 企業に行った時に、当時の CEO が、神は細部に宿るって言葉を残してくれたんですけど、いや、まさにその通りだなって、これちょっとその瞬間は実感したんですが、あともう一つは、その、この後の話にもなるかもしれないんですが、あの、次のページで、あの、RPA、先ほどその久保田市長からも話がありました RPA、これ我々もその実証実験で、あの、去年やらせていただいたんですが、あの、県で最初に RPA の実証実験をしたということでですね、あの、その企業にとってもその実験台があるし、我々にとっても実験ができるということで、いいところづくめで、あの、なんとお値段無料で、この1年間やらせていただいて、2年目の今からはもうかなり本格的に今導入しようとしているんですが、まあ、こういうことをやりながら、まあ、その、経営の中にどうその IT というものを生かしていくかということをある程度意識する体制を作っていきながら、こういうことをやっていかないと、あの、なかなか業務、地方自治体 その、あの、デジタルサービス技術の活用というのは進まないのかなというのを、その現状として、まあ、ご紹介させていただければと思います。ちょっとあの話がずれるかもしれませんけど、あの、業界の中で私、あの、すごい親しい、あの、市長、何人か友人の市長、ディープにインタビューさせていただいて、少しあのシステム寄りの話になるかもしれませんけれども、2年前ぐらいのマイナンバーのシステム改修があって、なんか旧姓かなんかを併記するみたいな、やるプロジェクトがあって、やるそのシステム改修の内容自体は、それほど差がないんですが、あの、結構びっくりしたデータを見せてくれて、生々しく。ある自治体は回収に100万円ぐらいしかかかってなくて、ある自治体は1億円ぐらいかかっててとかですね、まあ、今のそのこの辺の現状認識が、あの、知事とか市長と違ったらご指摘いただきたいんですけど、それぞれのやはり自治体で、独自の仕組みを、さっきも大臣おっしゃられてましたけど、でそこにそれぞれ地方大手のベンダーさんがですね、しっかり見守るという構造で、一方その自治体の中に、お二人のところは違うかもしれませんけど、なかなかその IT とかデジタルってことが理解できる人材を確保し続けるっていうのは非常に難しいという中で、まあ、それぞれの場所でですね、仕組みを、それぞれ考えて作っていくっていうことを必死にやられてるっていうふうに認識してまして、一方
私前職でローソンっていうコンビニの経営をやらさせていただいたんですけど、コンビニなんかの場合分かりやすくてですね、仕組みとかシステムっていうのは徹底的にやっぱり本部が考えるんですよね。どういうふうにじゃあ今の今日の在庫を分かるようにしようかとか、どういうふうにお客様がどれだけのお客様が来られて、どういうデモグラフィックでどんなふうな購買行動になっているんだろうかとか、それは徹底的に考えるんですけど、お店はですね、その仕組みを活用して一番やらなきゃいけないことは、どういうお客様がいらっしゃってて、したがってこの惣菜をもっと広げなきゃいけないな、もうちょっとお酒を増やさなきゃいけないなっていうことをそれぞれが自分の頭で考えてお店作りをして、まあ、回ってるわけですけど、多分まあ大臣も仕組みとかそういったものは、まあ、本当に新しい技術が出てきてますし、とにかくクラウド化だみたいな話も含めまして、どれぐらいの単位の自治体のサークルでですね、それを統一化できるのか分かりませんが、同意会の中でいろいろ議論していると、例えば100万人ぐらいのエリアで、少なくとも仕組み的には統一化して、地域差もあるかもしれませんので、でやはり創意工夫というのは、その仕組みを使いこなして、どうやってその人的なサービスを上げていけるかと、老人の方が増えてきている中で、職員の方々がそこにもっといろんな形で接していく時間を増やすですとか、まあ、そのいろんなデータをですね見ながら、まあ、ここはやっぱりデータがあるだけでも知事おっしゃられる通り全くダメで、そのデータをもとにして ここではこういうことやっていこう、ここを徹底的に改善していこう、このサービスを強化していこうみたいなことをやっていくことにこうシフトしていくということから考えると、先ほど僕でも大臣がやはりそこはシステムをですねある程度統一化して、でオペレーションを創意工夫していくというような方向性っていうのは私はやっぱり目指すべきだというふうに感じております。以上です。はい、いよいよテーマがですね、ちょっと3と4の方に入ってきましてですね、3はデジタル化のですね、まあ、推進する上での国と地方自治体あるいは県や基礎自治体とのそれぞれの役割分担はどういうものなのかということ、そして4は推進する上での体制あるいは予算の確保など実現に向けた基盤という話で、まあ、これはちょっと両方が絡む話になってきてますのでですね、まず、この国と地方自治体とのその役割分担といいますか、このデジタル化を進める上でのですね役割分担という点について、どうでしょうか。ちょっと皆様フリーにご発言をお願いしたいんですけど、向井さんお願いします。もちろん地方自治体におけるですね、まあ、デジタル化ということで地方自治体がということなんですけども、よくその最初あの前田さんがおっしゃったこのバラバラ感といいますか、それぞれここにっていうのは別に国だけ地方だけのことじゃなくて国だって同じ、これはですね、その自治体とか国というよりは歳出をどこが最終的にですね、誰が金を使う権限を持っているかによって決まっていて、例えば同じなんとか省でもですね、局によってお金の使う人が違うから、結局局でも何とかその中でもバラバラにしても続いてるし、それは時代でも多分時代のことも起こってるだと思うんですけども、結局そういうことを考えるとですね、やっぱりこのシステムというものを調達するということ自体がですね、もうそういう何て言いますか、バラバラに物を買うというそういうふうなものになじまなくなってると。でそれは要するにそのバラバラに買えば買うほど高くするというかですね、しかも非効率なものができる、使い方のあるものができるというふうになりがちなので、やっぱある程度のですね、なんて言いますか、全体のですね、やっぱりある、例えば都道から医療がない、医療保険といったものについてですね、一定のですね、やっぱり、なんて言いますか、何らかの、こういうものを、こういう要件を作って、含むシステムだみたいなことは誰かが決めないといけないというふうになってくるというふうに思います。そういう意味でですね、この、なんて言いますか、当然、近年のここ数年ですね、急速に自治体に対して国が支援をしろというふうな議論が多くなってきて、私ども IT 室もですね、
最近になってですね、実はあの役所の話ですけども、自治省の出身の人間を入れてですね、それであの副市役所にも自治省出身の人間を入れて、それで地方にもあのなんて言いますか、重点化しようとして置いてますけども、あのそこら辺のですね、なんて言いますか、そのもちろんあのなんて言いますか、実際にはその自治体が調達するわけですけども、あの一方でですね、例えばこのデジタルガーメント法をですね、自民党の中で議論していたときには、例えば自民党のですね、総務部会の先生方が、地方も義務化しろと言ってですね、言う人は何人もいてですね、ちょっとめっくらったというのがありまして、まあ、どちらかというと年齢的にと若い先生方ですけども、まあ、それはさすがにできませんと言いながらもですね、あの私どももですね、自民党でお手伝いしていきますというか、石破ちゃんと入れたいと思うというようなことを言って、あの投資努力を投資いただいたんですけれども、やっぱりあの何て言いますか、国がですね一定のですね、やっぱり何て言いますか、方向性っていうのはですね、自治体と相談しながらお示ししていくと、やっぱりそういうなんか常にその自治体と相談しながらということが大事なんですけれども、そういうふうな形でですね、お示ししていくということは常に大事なんではないかと。それであのその場合にですね、あのちょっとあの深入りしますけども、まああの例えば国民健康保険はですね、あの縦ですね、国、県、自治体とですね、その国民健康保険というシステムをですね、国が作ったと。一方であの自治体クラウドというのは、その自治体を、むしろ自治体、自治体とのですね、共同利用になっていると。縦というものを今、まあ、ちょうど、なんていうんですか、ぶつかり合っているというような、そういうような状態になっているのかなと思うんですけども、あの結局のところですね、例えば、多分評価もうちょっとしたからかな、あの総務省の方でそういう地方のデジタル化の標準化するというのは、あのいうのがあの今度来たされる研究会かなんかで出ると思いますけど、やっぱりあの標準化システムの標準化、要件の標準化っていうのはまず大事に必要になってくる。でそれはやっぱりある程度国が自治体の意見を聞きながらですね、まとめていくということが必要になってくるんではないかと。でさらに具体論に行っちゃうとですね、例えばあの住民基本台帳制度をやってるあの住民制度課長の課長なんかと議論してるとですね、やっぱりあの住民基本台帳制度のですね、してもあのそれだけとってもやっぱり各自体バラバラなんですけど、やっぱり便利がある程度限られてるんで、やっぱり便利なことに統一していくようなことをちょっと考えるのかねというのをまあ議論したりもしてると。ただいずれにしてもそういうことをですね、国が一番ってことって自治体の意見を聞きながらやっていくということは、今後ですね、なんて言いますか、システムに関しては、それはまあ、地方分権とかということではなくて、なんて言いますか、社会の効率化だというふうに考えるべきではないかというふうに思います。はい、あの先ほど谷さんの方からね、あのスマホの中に自治体があると、あるべきでありですね、あのまあ、プッシュ型の行政サービスといろいろな話が出ましたですけど、そういう意味で、その国が果たすべき役割とですね、地方自治体が果たすべき役割というのはどんなふうにご覧になりますか。はい、まずその地方自治体が置かれているこのデジタル化の状況と大きく2つに分かれて、まあ、要は人口規模が多いところはいろんなことをそれぞれがバラバラにやっていると、おっしゃられたバラバラ感ということで、逆に人口が少ないところになってくると、まあ、完全な様子見みたいな現象がありますよね。先ほどRBなんかの話もありましたけども、総務省が昨年やった調査だと、その AI とか RPA とかですね、まあ、導入してるかどころか、導入する予定があるかとか、検討してるかって聞いてもですね、その検討してるとこまで含めても全体の3分の1しかないと。で、残りの3分の2は検討もしてないと。急ぐ必要ないと思ってるんですね。今まだまだ実証段階なので、それが終わってからやればいいみたいなことがほとんどの国中さん のスタンスなんじゃないかと思うんですね。で、それをこう、変えていくときに、まあ、先ほどそのデジタル手続き法案に関してその義務化という議論もあったということなんですけれども、確かにでも義務化っていうのは難しくてですね、残念ながら今こう1718市町村ありますけれども、その5割強の926というのは町と村で、どうやったってデジタル人材というのがまあ足りない部分があります。なので、今
った通り、まあ、国がやるべきことはそのある程度の自治体を人口規模とか地理的条件などで類型化してですね、業務プロセスですとかもう申請書の仕様とかそれを統一した上でその規模ごとに、まあ、進めるこう何て言いますか工程を変えながらでどうしても単独ではできない自治体っていうのが出てきてしまうのでそういうところはその共同でやる仕組みに作りそういうことをやるのが、まあ、まず国の仕事なのかなというふうに私は思います。はい、今のご指摘の点でですね、まあ、単独でできない自治体がですね、今広域連携ですとかですね、いろいろな広域の連携の仕組みっていうのはあるんですけれども、この間いろいろ話を聞いていましたらですね、広域連携しようとしても、実はそれぞれ使っているシステムが違うので、実態としてはなかなか進まないというお話もお聞きしているんですけども、その辺の点について、自治体の立場からですね、今のご指摘の点も含めて、もっとこう効率的にまずやれることからという点からすると、どうなるのかと思われますですかね。ちょっとスライドの方は私の出していただくことができますかね。もう一つ前の。これまでお話ししてたところでもございますけれどもやっぱり仲間を作っていきたいと思っておりますがデジタル化して何かいいことあるのかっていうのがなかなか見えにくいのでこれはこういうメリットがありますよというものをまず実践していく、いろいろ働きかけてみるといやまず宇部市さんやってみてよかったら教えてくださいっていうことをよく言われるんですね。お声をかけてみると、ですからまずそういった意味で私どもこう総合的にいろいろとこうやっていく、そして一番上に入れているようにこうやっぱり住民にメリットがある、住民自治、住民の行政参加にもメリットがあるんだというこうジャンルごとに出ていく、あるいは中小企業、小規模事業者にとってもこうなんだという、まあ、小さな成功事例を見える化していく。で先ほどアプリコンテストで障害者の多目的トイレの場所の検索アプリなんていうのもこれは宇部市の町だけあるよりはできるだけ広いところで使ってもらった方がユニバーサルな町づくりまた国全体で共生社会につながるのでこういったものをもっとビジネス化していただきたいですね。でそういうことを考えますともっと横展開をしていく必要があると思っております。そこでちょっと次のシートですけどそこでまあ先ほど皆さんお話しされている国に求めること、まあ、様式の統一化でもありシステムの標準化というバラバラの申請書であったりいろんな行政事務の効率化はもちろんですけどもやっぱり強力なリーダーシップを発揮していただく各省庁今でもまだまだ紙でもうほとんどが私ども やり取りしておりますのでまず見本を示していただく自治体にやるように言われることはもちろんですけどまず自らとそしてそういったベストプラクティスの横展開のリーダーシップですねそれをビジネスでも広げていただけるんじゃないで私どももよその町のベストプラクティスは取り入れたいと一からアプリ開発するよりはるかにいいわけですのでですからそういったやっぱリーダーシップでありまたこのいろんな標準化のことそしてまあ、よく言われるようにベンダーの言いなりにならないようにしないといけないとよく注意を受けるんですけれどもそこの評価が判断ができないんですね。人材は今私の民間企業からの方入れたりとかいろいろやってきておりますけどそれにしても大変速いスピードで技術が進んでおりますのでやはりそういったところで今少しジャンルで人口規模で分けてということがありましたが一定のこうモデルを提示していただく必要はあるんじゃないかなというふうに、まあ、それをこう入れていただくことで地域の地方自治体にいる人材でも十分対応できるんですね。そういうことにデジタルネイティブがどんどん育つという時代ですのでそうなるんではないかなと思っております。以上です。はい、ありがとうございます。横井さん、はい、県のレベルだとですね全部合わせて47しかないものですから
実は私もその共通化っていうことによってコストが下げられるんだったら下げられる部分はいっぱいあるんじゃないかなと思ってるんですね。特にあの税財の会計なんかをはじめとする基幹システムと言われているようなもの、もうこれはどこにの自治体行ったって、まあ、ほぼ同じですよね。あの金太郎飴のようなあの同じような仕組みになってるはずなんで、例えばそこの書式だなんだっていうところで若干その違いがあるだけで、それさえ受け入れてしまえば、まあ、他の自治体がやってるものをそのまま使えばいいだけの話なんで、とにかく持たない、それから作らないっていうのを徹底しろって言って今お願いしてるんですけども、なかなかそのまあ、そういう組む相手を見つけるのを苦労するとか、あるいはクラウド型でそういうサービス提供してくれないかっていうふうにベンダーさんに頼むと、いやー横展開しても47ですからねとかって断られてしまうとかですね、まあ、苦労はするんですけども、C のレベルでのその自治体クラウドも同様なんですが、やっぱり自治体の基幹システムなんていうのはまさに共通化すべきだと思うし、それが国が温度を取るのか、あるいは自治体同士で話し合うのか、あるいはいろいろやり方あるかもしれませんが、やはりそこに向かっていかないといけないかなっていうのは私も課題として考えています。ただですね、先ほどその久保田市長おっしゃったように、その下手するとうまくこう何て言うんですかね、ベンダーロックインされちゃうというところもあるんですね。要するにその典型的な独自の様式とか書式とかそういう手続きとかって別に変えたって大差ないような話にこだわっちゃう、あまりにそれが逆にそのベンダーさんにとってのその差別化に、その件に対して差別化になってたりするようなところがあるんで、そこは注意しなきゃいけないと思うんで、まさに本当に何が必要なのかっていう、まさに先ほど玉坂さんコンビニの例がありましたけど、まあ、その周辺なのか本質的なところなのかっていうことをきちっと見分けるための体制が必要で、そうするとただ単に情報システム部門があるっていうだけじゃなくて、もうちょっとその業務をどう見直すかっていう戦略的な位置づけを与えるようなスペシャルチームをうちなんかも作ってですね、そこにいろいろ見直しをさせているということによって、業務をどう見直すかっていう視点でそのシステムっていうのを切り込んでいけるっていう体制にはしようとしてます。で、ただですね、面白い例があって、災害時にですね、救援物資っていうのがこうそれぞれの避難所にどういうふうに送っていくか、どこにどういうものを送られたから、まあ、ここにはそれは足りてて、別なもの、別の場所は今度はこっちは足りないんだとかっていうのをですね、常にその運送関係の企業さん、物資を送ってくる企業さんと県とで共有しなきゃならない、だそういうその無駄を、その救援物資を送るときの緊急時のですね、無駄を省きながら効率的にその支援物資を必要なところに送っていくためのシステムが必要だって言ってですね、6000万円だって言って、私聞いたんですね。で、一体何の情報交換するのと、行き先となんか必要な物資の名前と個数だって言うんです。それだったらわざわざ6000万もかけて作るようなシステムなのかと。で、共有しなきゃならない運送会社だって、まあまあ、せいぜいあっても50ぐらいだって言うんですね。そうすると50の人たちと情報共有する、別にオープンしても何の困らない状況だったら、別に Google のスプレッドシート作ってそれで共有していきたいのって、それだったらタダだよねって話になって、そうするとですね、またいやもうこれ話進んじゃったんで今やめると損害賠償で1000万で訴えられますかって言われるんで、いや1000万で訴えられたら1000万払ったらいいと、それでも5000万円得するじゃないかって言って、まあそういうやり取りをやった経験もあるんですけども、まあ、下手するとこうなんかこう思い込んじゃうっていう担当者はですね、思い込んじゃうようなところもきちっと今後見抜いていきつつ、無駄を省きながら本当に必要なものに資源を投入するということがやっぱり必要だかなと。そういう点からすると、その IT リテラシーっていうんですか、その人材も含めてですね、デジタル化を進めていく上でのですね、基本的な考えになるようなものが国、自治体、あるいは民間も含めてですね、同じようなレベルで議論ができているかどうかっていう点も結構大きな問題だなという今感じたんですけども、特に人材がどんどん減ってきた中で、まして専門的になってくるという時に、本当に地方自治体でそれが対応できるかなということを今お聞きしながら感じたんですけども、まあ、確かに予算というのは使う権利もありますけども、でも一旦システム入れちゃうと、これは維持するために今度は費用なんですよね。ですから新しいものを生み出すものというよりも維持するというふうになってきた時に、じゃあ維持コストなんかも含めて考えたときに、国と自治体の在り方っていうのはどういうふうに見たらいいかというのが今ちょっと感じたんですけど、その辺向井さんいかがでしょうか。
まあ、国自体もその IT 人材というのは全然足らないということなんですけれども、はっきり言って何て言いますか、霞が関全体で見るとですね、ある省庁なんかはそもそも要件定義を作るのに調査事業で丸投げするというのは普通なんでですね、何て言いますか、自前でですね、多分何て言いますか、使用書をかける省庁というのはほとんどなく少ないんじゃないかというぐらいレベルが低いにしても、まあ、若干はやっぱりいることはいる。しかも今あれですね、IT 室に試合補佐官というのを数十名どんどん増やしておりますので、まあ、近い将来、まあ、100名ぐらいの体制になると思いますので、そういう、まあ、そういう人材を通る上で国でもね、国の一元化をやっている。それはそれで何て言いますか、集中した方がレベルが平均レベルが上がるし、その集中したところに各所の担当者を持ってきて教育するという意味も含めてですね、そういうようなことを考えているというのがございますし、実態に対しても一応実態担当の補佐官というのも一応おりまして、ご要望に応じて出張したりしていることもございますけど、まだ全然数が足らないというので、まあ、IT 室もありますけども、例えば自治体共同法人である JNIS というところでですね、例えばそういうプール人材をプールしていくといったことも考えている人は十分あるのではないかと。でもっと言うと、やっぱり教育システムとかを変えて、ちょっと何て言いますか、まあ、IT 人材といってもその本当のプロでなくてもよくいるので、例えばですね、公務員試験の試験項目にですね、文献も含めてちょっと IT みたいなやつを入れるだけで全然変わってくるんでですね、そういうようなことも真剣に検討する必要があるんじゃないのかなというふうに思っておりますが、いずれにしても底上げのところにですね、やっぱり人材もですね、やっぱりプールと言ってたんですけども、もっと言うとですね、国自体それから企業というのを維持できるアメリカみたいにですね、そういうような人事制度にしないと多分人材育っていかないだろうと思いますので、そういうふうなことがうまくできるような、なんて言いますか、ルートみたいなのを作りたいとは思ってるんですが、いかんせん国の給料がその本当のトッププロを呼ぶには安すぎるというのもあったり、いろいろ苦労はあります。ただやっぱりできるだけ、なんて言いますか、そういったものを柔軟化してですね、やっぱり本当のトップ人材、それからこれでプロマネ人材、いろんな人材をですね、やっぱり今後ですね、やっぱ集中して育てていかないと多分間に合わないんじゃないのかなというふうな気がします。玉川君、昔はね、今日大臣が政府の情報システム一元化と調達費一元化って言い切られたじゃないですか。本当にやるんですかね。その何かかもう IT 総合戦略室を向井さんとこね、100人ぐらいで、さっきの JLS なんかも使いながら、そこに本当にその各省の IT 人材と予算を一元化するっていうのは、今回のね、裏側にそれも通すみたいな話されてましたけど、僕はそれが本当に進んだら、すごい大きいことですよね。本気でやります。本気でやりますが、そのすぐにいっぺんにやるとパンクしますので、まず、今のおよその考え方はですね、まず政府で共通的に使っているシステムというのがいくつもありますけども、例えばマイナンバーの情報連携なんかもそうですし、政府共通プラットフォームで総務省もやってるやつとかですね、霞が関全体でやってるやつをまず一括何て言いますか、一元共通にしてしまうと。それからそれから徐々にですね、大きなものをですね、更新時期ごとにですね、取り組んでいくと。やり方はですね、IT室だけで、当然各省にも調達チームがいますので、その各省の調達をしている人たちをですね、全部 IT 室に持ってきて、プロジェクトチームを組んでですね、それで若干人を入れ替えて、そういうふうなプロジェクト、プロマネ方式でですね、IT 室でプロジェクト方式で責任を持って調達するというのをですね、今後増やしていくという、そういう構想です。はい、ですね、今の固い決意のなんですけども、はい、どうもお願いします。自治体に関わるところで、特にちょっと実は、もしそういう一元的にシステムを調達しないとか、構築するということになるのであればです、ね、お願いしたいのは、その利便性とセキュリティのバランスということなんですね。
LG1 あの、まあ、あの年金の問題があって LG1 が導入されて、私も初めて、まあ、民間からあの、県庁に入ってあの LG1 のシステムに触ったんですけど、まあ想像以上に使いづらいというかですね、これはもう IT を使わせないために入れたんじゃないかというぐらい、メールも使いづらいし、もう名刺にメールなんか使ったってどうせもう見やしないという感じの、まあ、本当にもうガチガチになっちゃってるんですね。ですんで、その本当に利便性を求めなきゃならない部分、例えば情報系の部分と、あの本当にセキュリティを守らなきゃならない機関でいる部分と、うまくこうレベル分けするとか、なんかそういうところがやっぱり今後きちっと認識しないと、もう思いっきりセキュリティに寄っちゃったあの感じになってるんでですね、あれでちょっとじゃあデジタル化なんて言われたって、ちょっとあれが無理だなっていう、あの現場では国に政策があるときは現場で対策があるという言い方をするんですけども、いろいろ対策を練ってはいるんですけども、じゃあ本当にもうあのそこはぜひなんとか利便性ということをしっかりあの考えていただけるとありがたいと思います。はい、どうぞ。全くおっしゃる。まあこれはですね、ややちょっとあのなんて言いますか、混乱の時に生じたところがあって、ちょうどあの年金のですね、漏洩事件があって、でちょうどマイナンバー法が前回のマイナンバー法があって3年前なんですけど、それでですね、ドタバタでですね、セキュリティ対策を作った時にですね、総務省の事務局の地方に対するセキュリティというのは何でも切ってしまえと何でも切ってしまえという、そういう割と乱暴なセキュリティだったことは間違いなくて、おっしゃる通りだと思います。でそれについてはだいぶ一旦きつくしたものを緩めるのはなかなかあの彼らも抵抗してたんですけど、まあ、徐々に見直してくる雰囲気になってますので、ぜひ自治体の方からもそういう声をどんどん上げていただければ。で、もうとにかく何て言いますか、その切ってしまえというと、分離してしまえとか言っても、所詮VTR 引いてるだけなんで、所詮暗号とかも人には変わんないんですよね。そこのところがですね、何て言いますか、春日市の役人というのは、なんか何て言いますかね、その閉鎖音とかですね、その分離してるとか、そういうと安心してしまうと。そんな分離してるって同じ流れてるじゃないかという、こういう話なんですけども、本当はもう むしろその暗号の質が一番多分セキュリティの金目になると思うんでですね、例えば、まあ、国のやってるですね、マイナポータルというのはマイナンバーから基本的に兵器と言ってますけど、マイナポータルはインターネットつながってまして、そこは何重にも何て言いますか、ファイアウォールとかいろいろもやっておりますけども、そういうことやれば全然インターネットつないでも全然構わないんでですね、その辺の何て言いますかバランスみたいなことをやっぱり十分考えていく必要があると全くおっしゃっておりますので、はい、ぜひその辺は時代の方さんも声を上げていただきますとやっていただくと思います。はい、どんどんですね自治体としても声を上げてということですけども、時間もだんだん近づいてきておるんですけども、せっかくの機会ですのでですね、本当に今日はフランクな議論ができていると思いますので、会場の皆様の方からですね、どなたに対しても結構ですし、ご質問あるいはご意見とありましたらお願いしたいと思います。それじゃあ最初に手を挙げていただいたその方がベストをご覧いただける、はい、お願いいたします。セキュリティーの一段と申します、はい、ありがとうございます。名前を聞いて、横浜の市役補佐官を、経験しておりますので、まあ、自治体関係多少分かっているつもりですが、今日の話聞いてて非常に不思議なのは、CIO というか、あるいはマイナンバーに関して、なぜ広報官を作らないのかというのは非常に、要するに大きな問題でして、そういうことをきちっと考える必要があるんじゃないかということと、それからセキュリティ、私セキュリティの多分人間ですけれども、多分皆さん方が考えているセキュリティの考え方と、私の考えているセキュリティの考え方、違うんじゃないかと思います。要するに、大部分の方々はセキュリティ技術者を考えていてですね、セキュリティと暗号をやってる人はセキュリティだと思って、暗号の人はあれ数学です。そういうことをきちんと理解させるような仕組み作りをするということが非常に大切なんじゃないかというふうに考えていて、まあ、自治体に関しては市長の話の部分に関して言えば2004年ぐらいに千葉レポというのをやってますし、いろんな部分はたくさん出てきてますので、そういうことを、統一的に誰かが要するに広報していかないとダメなんじゃないか、まあ、これはどういうかにお願いするっていうのは本来的にはあれですが、まあ、むしろ
その向井さんの方にそういうことをきちっと考えてですね、要するに広報官を作んないとセキュリティがその今の日本のやり方では多分無理だと思ってます。はい、はい、ありがとうございます。どうですか今のご意見に対して。まずマイナンバーについては一応私どもの組織に広報グループというのは一応あることはあるんですけども、まあ何て言いますか、マイナンバーそのものについてはですね、だいたい広報グループが私ども予算で1億ぐらいですかね、その程度しかないですけども、そういう広報グループはありますけども、 IT 全体でですね、なんて広報っていうか、どういうイメージなんですかね。要するに国民候補というと、マイナンバーの場合候補というと、要するに国民一人一人というイメージになりますし、セキュリティでなくてですね、はい、要するにどういうマイナンバーに関してだって非常に今マスコミの中でフェイクニュースがたくさんあるわけですよ。そういうものに関して、じゃあ誰がそういうことに反論するんですか。今誰もしてないんですよね。そういうことが考える必要があるんじゃないですか。要するに広報官いるというけど、広報官の機能少なくとも私なんかのところにも伝わってきませんよ。それが問題ですよと言ってるんです。それはIT 関係にしても同じです。で、IT に関しては先ほど、知事の方から47と言いましたけど、私は多分神奈川県の町村会の仕組み作りに参画したんですが、12、3町村しかありませんでしたが、1年半できちっとパッケージを実行しています。これはいわゆる要求仕様に関してプレゼンをさせて質問をしています。そういう仕組みを作りをする。あるいはもう一つ言えば、どうして都道府県をまたがってネットワーク作れないんですかね。これは多分内閣の方の問題じゃないかと思いますが、そういうことをきちっとやっぱり、ぜひ自治体の人たちが声を上げてほしいなと思うんですよね。はい、そういうことをやらないと多分無理だと思うんですね。多分全国に10箇所データセンター作って、その10箇所に生と服でつなぐようにしたら、多分いわゆる基礎自治体はそれで多分足りるんじゃないかと思って、全部同じプログラムで済むはずですよ。はい、はい、ありがとうございました。はい、それでは今のご意見としてお伺いいたします。1点だけよろしいですか。どうぞ。マイナンバーについてですけど、2つあると思ってまして、1つはその番号自体はもう向井さんいろいろご苦労されて、分散型で極めてセキュアとか状態で、別に番号を見たからって直接的に皆さんの所得だなんていうクルシャルな情報にアクセスできるわけじゃないということですが、特定個人情報になってるんで、もう僕なんかも例えばある小売店に行った時にマイナンバーを見せた瞬間、あ、これ見せられません、見られません、見られません、隠してくださいという反応だったり、企業も莫大な今コストをかけていろんなベンダーさんに管理してもらって、もうこれはアンタッチャブルだみたいになってるんですね。本丸はここで、もちろん特定個人情報を外すっていうのはものすごくハードルの高いことかもしれませんが、ここをなんとかしないとまずそもそも難しいっていうのが1点と、カードはやっぱり国民の皆さんが持っててよかったなと、すごいやっぱり分かりやすい、マエナちゃんとかいろいろやれてますけど、やっぱり持っててよかったなみたいな、すごい。で、今回の保険証ってのはチャンスだと思うんですよ、僕。すごいチャンスだと思う。そのことと、別に番号自体が見たからって、これが特別そういう問題じゃないんだよ。だから、こんなに便利だから、保険証には、ね、活用してこいよみたいな、割と分かりやすい。だからこういう、なんかイベント、大きいイベントがあるところに合わせて、バーッとこう、コミュニケーションする。商売やるときっていうのは、大きいイベントに合わせてこのキャンペーンがあるぞって、そこに集中的にコミュニケーションするわけですね。同じだと思うんですよ。だから僕は保険証チャンスだと思いますよ。そうなくて言いますと、2つビッグイベントを考えてまして、1つ目が消費税のあれですね、なんていうか、消費対策としてのですね、消費落ち込みの対策としてのプレミアムポイント。で、これはマイナンバーカードがあれば、プレミアムポイントはそれこそ3000ポイントとか5000ポイントとかしてませんけど、儲かりますよの世界なんで、これ極めて分かってくる。で、これは民間のそういうことを、なんとか系の人たちなんかに話をすると、非常にですね、それはすごいインパクトになるから、本当に3000万とか予算が出るかもしれないという、そういうふうなイメージで、
イメージのことはおっしゃることはいるので、まずこれを一つやる。でその上で保険証に持っていくと。持っていく過程ではですね、特定個人情報というふうなお話も出ましたけども、今や特定個人情報と個人情報の差というのはあんまりないんですね。だからそのアンタッチャブルだっていうのはどこにも書いてなくて、ややなんて言いますか、その、こうしなきゃいけないという部分が伝わってないですよ。はい、伝わってない。おっしゃるとおり。だから広報の目的、まさにおっしゃる。そこでですね、その多分プレミアムポイントとか保険証とかいうのがバッとやるときにですね、そういうこととセットでやっぱり広報しないといけないというふうに思っておりますので、ぜひはい、ご指導いただければと思います。すみません、最後に一つだけですが、この間外国運転免許証取りに行ったんですが、マイナンバー受け付けてくれませんでした。パスポートでないとダメと言うんですが、パスポートに本籍書いてないですし、住所は手書きですよね。どうしてそれを持ってこないといけないのかという理由が分からないんですね。で、要するにそういうことを、要するにちぐはぐにやってるからマイナンバーが普及しないんだというふうに僕は思ってます。はい、ありがとうございます。マイナンバーの問題点は本当我々もかなり指摘してましてですね、今向井さんおっしゃる通り、まあ、政府としても認識してこれだって言ってくれると思うんですけれども、ご指摘の点は本当に我々認識して、今後もですね問題意識としてしっかり持っていきたいというふうに思っています。あともう一度、はい、どうぞ質問。安藤委員会の上と申します。よろしくお願いします。2つありまして、指摘する点は、1つはですね、デジタルと同時にアナログな組織の改変をしないとですね効率よくならないということでありまして、例えば健康保険ですけども、保険はですね皆さん大体1万円でも大体3千円以下しか払ってこないんですね。残りの7千円がどうなるかっていうとですね、点数制度になっていて、都道府県の事務所に行って国に行って病院にお金が戻るんですけども、このサイトがまだ3ヶ月以上かかってるんです。簡単に言うと、で病院はそれのためにですね利子っていうものを国は考えないんで、30兆円の3ヶ月の利子ってすごいんですよ。本当言うとですね、40兆円、30兆円ですから、医療費は。それを使ってですね、本当はいろんなことができるはずなのに、この直接国に行って点数の金が戻ってくるっていう仕組みも作らないんですね、なかなか。本当は。これがですね、本当に原資としてすごいものができるっていう、そのアナログなものの改変ですね。それからアメリカでは、ね、e ガバメントというですね、その電子政府を支援する、まあ、民間の企業があるんですね。例えば名前がそういろいろなものなんですけども、でその人たちは、ね、何を言ってるかというと、30万人以下の自治体にはですね行かないって言ってるんです。なんでかというと、彼らは、ね、住民票1通でいくらとか納税した額の何パーセントもらうってことで成り立ってるんですね。そうすると自治体が小さいと金がもらえないから成り立たないんだと。でそもそも30万人以下の自治体って成り立ってないんだよって言うんです、その人たちは。でそれは要するに基礎自治体の大きさをですねアナログ的に30万人以上に持っていかないと、アナログなものもダメだし、デジタルなものもダメだと、両方ダメだということを言ってるんです。だこれも一つの指摘だと思うんですね。もう一つはマイナンバーにすると、そもそも制度設計が今頃 IC チップの入ったプラスチックのカードを使うっていうこと自身がもうおかしいんじゃないかと思うんです。これ自身が本当はですね、例えばマイナンバーアプリっていうのがあって、ある自分のですねパスワードを入れるといろんなシステムにつながっていてですね、例えば電子カルテにしてもいろんなところがそこに集まってくるというような作り方をしないと、下手をすると今電子カルテをですね統合しようみたいに何千億かけるみたいな話になってるんです。そんなことは必要がなくて、いろんなデータをオープンにしてそのアプリにつながるようにすればいいだけなのに、それをですね難しく IT を作ろうとしていると、政府の。それをですねもうちょっと変えていかないと、変な話ですけど、パスポートだって全部この中に入ってもいいんですよ。もしかして運転免許証も確認ができるんだ、これで十分なはずなんですね。それは今みたいな制度設計をですね、もう一回大きく見てですね、変えていかないと、暗証番号もないような IC チップの入ったね、プラスチックのカード、何の意味もないと思いますよ、そもそもが。これ利便性ないんですよ、絶対に。それは運転免許証と、それからパスポートと並行してあるだけになっちゃうから、全然ね、なかなか難しい問題だと思いますね。そこをもうちょっと、さっきの IT 人材なんですけども、大きな仕組みを作れるですね、
その IT の人材を確保して制度設計をもう一回やり直さないとですね、なかなか難しいんじゃないかと私は思います。まあ、これは国に対しての話だと思います。どうぞ久保さん。おっしゃる通りでございまして、私どもデジタル化進める中で気づきました。今おっしゃってそもそもの教革が必要だということですね。アナログというかもう日常の業務でこれ誰のための手続きなのかですね、そういうものが多すぎます。ですから最初におっしゃったアナログの改変改革ですね、介護保険の認定制度でももうほぼ毎日のように審査会やってて膨大なコストをかけています。もうこの必要もないんじゃないかという手続きまでがですね固定化されているというのが隅から隅まであると思います。ですからデジタル化については今おっしゃっているようなこの IT 人材という専門職も必要ですが、このデジタル化のためにもう一回この行政職員ですね、地方行政国家公務員を合わせて行革の徹底をしなきゃいけない、行政事務を総ざらいしていかなきゃいけないなというふうに思っております。ありがとうございました。それでは少し時間も迫ってまいりましたので、非常に、広範囲な議論でですね、これをまとめるということではなくですね、全体の感想といいますか、最後に一言ちょっと言わせていただくと、やはりこのデジタル化がもたらす変化っていうのは相当なもんだということがですね、やっぱり皆さんの話を聞いてまさしく新たにそういう気持ちになっているわけですね。つまりこのデジタル化というのは何かというと社会大きな社会変革の大きな転機になっているものでありですね、まさしく これからのですね、日本社会だけでなく世界の全体のですね仕組みを変えていく、もうそういう今時期に差し掛かっているとしたときに、やはりこれはある意味ではもうインフラ整備を再度やり直すというぐらいのつもりで全体のですね大きな設計図図面も含めたものをしっかり議論してですね、いかないといけないんじゃないかなというふうに思います。もちろんデジタル化をやることによって、ガバナンスですとか透明度ですとかトレーサビリティとか、そういうふうに非常にメリットあるものはたくさんあるのはもう皆さんも想像されている通りですけれども、一方では今日大臣の話がありましたように、デジタル難民というそういうデジタル化にですねついていけないような、そういう必ず人も出てくると思います。あるいは地域も出てくると思います。そういうものも全部ひっくるめてですね大きな設計図をですね、国とそれと自治体と一緒になってですね議論してですね、そしてベクトルを合わせてですね、いくということがすごく大事で、これからの議論が本当に重要になってくるなというふうに思います。デジタル化がもたらすものはですね、例えば、議会も含めたですね大きな住民とそれから自治との距離を縮めてくれるものにもなってくれますしですね、その可能性は計り知れないと、それだけにセキュリティとかも含めて負の側面も見ながらですね、この設計図をぜひ議論していきたいなと思いますし、導入会としてもですね継続的に、社会問題としてのデジタル化とそして地方自治というものをですね、セットでですね議論していきたいというふうに思います。それではですね、事務局の方にお返しすればいいでしょうかね。ごめんなさい、もう一つ最後にそのやはりこの地方自治という点からすると主役は誰だということは常に頭に置いている必要がありますので、あくまでも主役は住民、一人一人であるというそのことだけはですねやはり、念頭において制度設計を議論する必要があると、あくまでも上から目線ではなくてですね住民にとっての利便性、ユーザー目線ということもありますけども、その地方自治に関して言えばユーザーは、住民であるということをしっかりと押さえていく必要があるというふうに思います。パネリストの皆様ありがとうございました。
以上をもちましてパネルディスカッションを終了いたしますので、パネリストの皆様、お席へお戻りいただければと思います。